初心者必見ランニングの 3W2H。 初心者の疑問を解決していく 3W2H ってことです、うん、ラントリップのチャンネル自体にはもう今までこの 3W2H を紹介しまくってる素晴らしい動画コンテンツがあると。皆さんこんにちは、ヤッホーカレンです。スポーツ MC の岡田です。さあ本日は初心者必見ランニングの 3W2H ご紹介していきます。お願いします。3W2H、はい、5W1H の英語的なやつがありますけれども、やつがあるんですが、ランニングはランニングバージョンは 3W2H を紹介していきましょう。いいですね。なるほどなるほど、まあ、初心者の疑問を解決していく 3W2H ってことですね、うん、そうですね。まずは何を履くか、ほう、何を身につけるか、どこを走るかのこの3つの W。 先生、そして、はいはい、2つの H はですね、はい、どこをどうやって走るか、お、そしてどのくらい走るのか、ハウロングなどなど。なるほどですね、はい、この辺りをギュッとギュッとご紹介していきたいなと思います。お願いします。でもあれですよね、これラントリップのチャンネル自体には、うん、もう今までこの 3W2H を紹介しまくってる、うん、あの素晴らしい動画コンテンツがあるということなので、この場ではこうガシガシ解決するというより、それぞれこれ見て解決してねっていう、うん、そう、お話をしていく。最初の最初に見ていただきたいような動画になっております。大事大事。まずはいきますか。うん、お願いします。はい、1つ目、 What、 何を履くか。あ、大事です ね、ランニングシューズ編です。はい、はい、これはもうあのどんなシューズがいいのかなんて、うん、まあ、言ってしまえば我々ぐらい走っててもちょいちょい迷うじゃないですか。迷う、めっちゃ迷う。いや、ちょいちょいじゃない、めっちゃ迷う。めっちゃ迷います、うん、なんかジョグシューズどれにしようかなとか、ね、あとレースはどれかなどれかなって。あ、そうだね、迷っちゃいます。迷う。で、新しいのどれ買ったらいいのかっていうのも分かんなかったりするからね、うんうん、まあ、それはもうそれこそランニング始めたて初心者の方なんて、うん、わかるわけないじゃん。だってさ、ゼビオとかさ、ショップ行ったらあんなに棚に並んでんだもん。選べないよ。そうなの。本当に誰に聞けばいいですか。そんなあなたにはですね、はい、シューズアドバイザーの藤原さんがランドリップチャンネル内でも多数シューズレビューしておりますし、はい、2023年走り始めたい人におすすめのシューズ4選というのもね、すでに出ております。素晴らしいですね、はい、そちらぜひご覧ください。もう数多あるシューズからギュッて4足に絞られました、うん、まずはこの中から履いてみてっていうのが。ありがとう藤原さん、ありがとうございます。本当いつもお世話になっております。そうだよ ね、ぜひ皆さんも見てください。まあ、そこから選ぶ、それで何を履くかっていうのが決まるとかね、はい、うん、そうですね。もうそれでクリアで、はい、何履くか、シューズ OK、 解決しました。続いて2つ目の W いきましょう。はい、ほいほい、 What、 あ、同じだ。何を身につけようかな。あ、そこですよね、はい、ウェアとかね、アイテムですね。それも迷うところだよね、うんうん、だから我々も未だに迷ってることって、いろんなチョイス自分でやってきてるけど、あ、なんかこれ違ったわみたいなの、ね、そうそう、トライアンドエラーやってますよ、やってますけれども、あ、自分に合わないとかね、うんうん、確かに自分に合う合わないもありますよね。いろんな情報がありますけど、はい、なんかそれは大事ですね。それはですね、うん、ラントリックの YouTube 内では、おいおい、最初に揃えたいランニングアイテム9選ということで、なんだ、あるんだ、出てます。処方箋のようですね。そうなんです、こちらどうぞ。9選見てください。あ、でもこれでだからそれを見ることによってどんなものを身につけたらいいのか、うん、まあ、T シャツとかこの時期は羽織が必要とか ね、 そうですね。あとは女性なんか特に気をつけていただきたいのがスポーツブラ、うん、それね、そうなんですよ、はい、普通のやっぱブラだと肩が擦れたりとか、やっぱそうなんだ、このバストのあたりとかもね、まあ、先人の教えをぜひね頼りにしていただきたいと思います。擦れバン。さあ続いてまいりましょう、はいはい、3つ目、はい、3つ目、ウェア。お、ウェアですか。どこを走りましょうか。お、なるほどね、確かにこれどこを走ればいいんですかね、はい、あと一番最初って外走るって嫌、はい、というか、うんうん、なんかみんなに見られてる気がするみたいな。どうしたの、これ書いて。そうだよね、だからそれこそランニングマシンとかで走りがちだったんですけど、はいはい、やっぱり外に出て太陽を浴びて、ね、風を浴びて自然のエネルギーをねゲットするっていう気持ちよさ、そう、気持ちよくなりますよね、得ていただきたい。そう、なんかそれも、うん、だから走りに行くのってやっぱり信号のない公園に行かなきゃいけないんじゃないのかとかね、うん、思ったり、ね、でもうちの周りにいい公園ないなとかさ、うんうん、あるじゃないですか。でもそういうことじゃないんですよ、ね、そうなんです。参考にしていただきたい動画がこちら、はい、ランニング1年目に知りたかったこと9選。
いや大事、大森さんが、ね、教えてくれてるやつですよ ね、大森さんがね、うん、そういう失敗をして知りたかったよっていうことが入ってるということなんで、そうなんです、見ていただきたいと思います、はい、そしてね、はい、あのウェア加えてあとランドリップのアプリ、うん、おー、そうかそうか、コースが出てきますから、出てきますよ、むちゃくちゃ出てきますよ、しかも知らない土地とか走るときめちゃくちゃ私検索してます、わかる、ね、旅行先とか、旅行先すごい大事、これはね、あ、え、使ってない入れてください、お願いします、お願いします、そう、でも本当にこういうのはあのどこ走るかって、あ、意外と地元というかちょっと行ったところに、うんうん、あ、いい公園とかいい景色あるんだなっていうのは先人がやってくれてますね、あそこ登れるんだみたいなね、そう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 、あ、ちょっと検索したくなってきた今読みましたね、後で知ってくださいね、はい、ゾンプぜひウェアをチェックしてください、はい、続いて4つ目 How です、来ました How ゾーン、はい、どうやって走るか、どうやって走るも何もないでしょ、その走るだけですよ先生って思うじゃないですか思いますけどね、だけど怪我したくないでしょ、で、ね、楽しく走り続けたいでしょ、で、ね、やっぱりランニングのね前後のストレッチだったり、それもね動画が多数出ております、あすごい、うん、まずチェックしていただきたいのが、はいはい、ランニング前後のストレッチ、ランニング前の準備運動、クールダウンの動画、オーイエー、それチェックだ、オーイエー、そしてランニングフォーム、ちょっと私自身が、ね、受けてきたんですが、高橋亮さん監修のランニングフォーム動画、こちらをご覧ください、ずるい、ありがとうございます、受けてきたの、どうだったんですか、走る、それこそ走るだけだと思うじゃないですか、うん、ランニングっていうのは、はい、骨盤の動きであったりとか、はい、あとはこう肋骨をね上げて内臓を中に締めるような感覚とか、いろんなワードが出てきてこう単純に足、手を動かすだけじゃないんだっていうのが分かりました、で、あとこれ ね、たった5分でできるランニング前のウォーミングアップなので、うん、はい、マジで取り入れていただきたい、すんげー強く言うじゃん、マジですんげー強く言うじゃんそうなんです、見なきゃダメだそれじゃ、そう、ぜひまだ見てないよという方チェックしてみてください、すごい、呼吸の、ね、方法とかも仕方とかも変わります、あ、そうなんですか、うん、で、これまたランニングの呼吸法とかもね、はい、気になってる方とかいるんじゃないですか、そうなんですよ、それも呼吸法として桜美林大学の山本教授監修、はい、ランニング呼吸法動画がこちら、すごい、はい、すごいね、うん、でもこれだけやっぱあの、なんて言うんだろう、ランニングって誰でも手軽に始められるっていうのがいいところだけど、うんうん、やっぱり奥が深いなってやってる方は本当に感じてるところが、うんうん、あると思うんですけど、うん、まあ、こういうコンテンツがまとまってるとちょっと見るだけで、あ、なるほど、そういう風にやるのねっていう風に分かると思うので、うん、ぜひ、はい、ハウズを学びましょう、俺も学ばなきゃ、本当ですよそして5つ目いきましょう、はい、うん、最後あります。 How long? How long? どのぐらい走りましょうかね。そうですね、もう、ね、楽しく走るんだったら、まあ、ペースとか頻度は、まあ、お好きな感じで、そうですね、気ままに行くっていうのもいいと思いますけど ね、うん、なんか走りに行くぞっていうので10キロ20キロ走らなきゃいけないっていうわけじゃなくって、はあ、そうですね、2キロでもいいんだよ、2キロでも、3キロでもいいです、1キロから始めましょう、ちょっとスーパーまで行って帰ってくるのもいいですね、本当にそれちょっとね汗かくぐらいがちょうどいいんじゃないかなとも思います。そうそうそう、マラソン完走したいよっていう方向けにはですね、うん、またこちらの動画出ております。そうですね、はい、まあ、マラソンやろうとかって目標があると、うん、逆にちゃんと走り方は明確になってきますね。そうですね、うん、マラソン3ヶ月完走ハウトゥー動画というのが出ているので、これも高橋亮さんね、監修しておりますけど、教えて亮さん亮さんちょっとね心にやってきてほしいぐらいですね、そうですね、いいですね、うん、いやでもラントリップの YouTube チャンネルにはやっぱりこういう動画も溢れているということで、うんうん、あの奥が深くなってきましたね。いや本当ですね、うん、でもしっかりやっぱりずっと言うけど怪我もなく長く楽しく走るためには基本の筋をね、はい、まずはこう体に入れていただくっていうのもいいのかなと思いました。そうですね、うん、でもこの 3W2H っていうのをしっかりと情報として、うん、あの走り始め、まあ、あとはねちょっとあ分かんないなそれって思った方とか見ていただいたら、うんうん、自分のランニングライフがさらに充実するというか、そうですね、なんか上がる感じですね、上がるかも、うん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 、かつなんか周りにね始めたいよっていう人がいたらこの動画ぜひおすすめください。チェックお願いいたします。はい、お願いいたします。全部の、ね、動画に関しては概要欄にリンクを貼っておりますので、下いっぱいあるからね、はい、ぜひチェックを、ね、していただいて、ランニングライフさらに充実させていきましょうということで、この動画面白いなと思った方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。